最近お気に入りです。はい、どうもマグニーです。本日はエヴァーノートと連携するアプリログを撮ってるんですよね。ツイッターのつぶやきとかフェイスブックの投稿した内容とか、あと自分の行った場所のログですよね。このように自分のつぶやいたつぶやきをねまとめてるんですよ。ムーブスっていうアプリの、記録をエヴァーノートに、どこに行ったとか電車乗ったとかなんとかいろいろ出てるんですよ。本当、これをね、かなり続けてます。こんな感じでめちゃくちゃあるんですけど、これがですね、なんと今回ご紹介しますオートダイアリーというアプリは一括でできてしまいます。はい、こちらご覧ください。ちょっと見せられない部分があるんですが、自宅の住所が載ってるんですけどね、もうほとんどバレてるから、まあそれはいいとして、こちらのアプリは設定、もう立ち上げた瞬間にツイッターの連携とフェイスブックの連携と位置情報の連携、エヴァーノートの連携、この4つを、立ち上げた瞬間に認証を求められるので、認証すると、もういきなり勝手に始まるんですよね。ポケットに入れておくだけで位置情報をトラッキングして、くれる。無料ですよ皆さん。でツイッターのつぶやきもこのように保存できる。で、フェイスブックの投稿も保存できる。で、それが自動でエヴァーノートにアーカイブされるという、もう至れり尽くせりなアプリなわけですよ。私にとってはすごく高需要なアプリ。ね。で、このアプリ内で、はい、このようにカレンダーで、を見れる、もう過去のものがアーカイブされてるな。でね、この右下、左下の電池マークを押すとですね、現在内蔵電池 85%、 なんかね、こう電池の表示に関するそのデータをね、表示してくれて、省電力モードっていうのがあるんですよ。はい、このアプリ内に省電力モードがあるんで、省電力モードに入るタイミングとかなんか、細かいことはちょっとまだ存じ上げないんですけど、まあとにかくね、電池のことも考えてくれてる。オートダイアリーと言ってるぐらいなんで、日記アプリじゃないですか。じゃあ、自動的に収集するだけではなく、このペンマークのところに行くと、写真とテキストを入れることができます。はい、例えばちょっと入れてみましょう。テスト。決定。じゃじゃん。はい、テストと入りましたね。すごいですね。これがもちろんエヴァーノートにバックアップされると。いうことですよね。それでね、右上の設定マーク見に行きます。そうすると連携してるサービス、Twitter、Facebook、Evernote とあって、移動位置、情報記録はどうするのか、オフにするのか、精度優先にするのか、省電力優先にするのか、もちろん省電力優先にしておけば、省電力にしてしまうと一体どうなるのかというと、位置情報ですよね。トラッキングを停止させるのか、弱くするのか、なので、正確な位置情報を測れない可能性が少なからずはらんでるよっていう意味でね、省電力ではなくて精度を優先にすると、ずーっとトラッキングしてくれるので、正確な位置情報が得られるということですね。大体でよかったら省電力で問題ないです。で、バックグラウンドでの通知、これは、省電力モードに入りましたよっていう通知とかが、来る機能です。省電力に入る瞬間とか別に興味なかったらこれはオフで全然問題ないです。で、あとアプリ内課金としてパスコードロックをかけるのと広告を表示させないというのがあります。はい。今の位置情報をこれシェアすることができます。はい。このシェアボタンでね、ツイッター出るでしょ。そうするとこのように今住所を今消してますけど、もうモザイクかけてますが、このように簡単に今自分の居場所をシェアすることができるということでございます。はい。素晴らしいですよね。ぜひね、ログを取られてる方いらっしゃいましたら、エヴァーノートにね、保存されてる方いらっしゃいましたら、このオートダイアリーおすすめいたします。無料です。はい。というわけで、以上。はい。終わりじゃないですよ。最後にね、エヴァーノートにはどのように表示されるかをね、今ご覧いただいております。こちらがそうですね。こんな感じで保存されます。ちょっとね、スクロールしたいんですけど、僕の自宅の住所とか向き出ちゃってるんで、そこまではできません。はい、で、こんな感じでね、ツイッターのつぶやきと、いた場所をログで見やすく、エヴァーノートに保存してくれてます。オートダイアリーというノートブックを作って、その中に、日付単位でノートを作っていってくれるようです。で、リアルタイムで更新されるようなんですよ。ちょっとノートブックの方に戻ると、今日の分、今これ撮影してるのが、19日なんですけど、19日のノートがもうすでにできていて、だからこれの更新はずっとされていくんだと思います。オートダイアリーが更新されるたびにこのエヴァーノートの方も更新されるんじゃないかと踏んでおります。その辺に関してはですね、また、ご報告したいと思います。では僕が運営するチャンネル3つを今からご紹介させていただきます。
iPhone チャンネルです。 iPhone のアプリの紹介、iPhone のニュースの速報などをね、毎日何本も上げていくと今日決めました。はい、子育てチャンネルです。子育てに役立つ情報や Tips をお送りするチャンネルになる予定でございます。はい、サブチャンネルです。一番ね、何でもいいから上げちゃおうというチャンネルでございます。実は一番面白いかもしれません。チャンネル登録お願いします。